10秒前9、8、7、6、5、はい、はい、いやさあね、言うよね、言ってもいい？いいよ。最近さ、本当に夢が面白いわけ、うん、夢が、そう、ね、前も言ったかもしれないけど、うん、最近公開中のゴジラ、うん、いるじゃないですか、はいはいはい、そのゴジラがこう映画の公開より前に、うん、私の夢にめちゃくちゃ出演してるんですよ本当ですよ、本当に。すごくないですか？ すごーいでも本当にリアルで、あの映画のこの動いてるこの最初テレビで CM を見て、うん、あ、なんか自分の夢の中と一緒だと思って、いつもあんな感じなんですけど、そう、不思議じゃないですか？不思議だね。そう、まあなんかあんま話が膨らまないのでそういう感じでした、ちゃんちゃん、はい、ということで今日はですね、8月6日、はい、羽衣祭りがありますね。ありますね。そう、今日は FM ギノワンでも4時間生放送を午後から、5時から午後から5時から9時までやれそうなので、もしよかったらなんでハテナな行ってみてください、はい、ということで今日もミキと愉快な仲間たち始まります。面白い世の中、面白くすればいいさ。はい、ミキと愉快な仲間たち始まりました、はい、皆さんテンション低くないですか？そんなことないよ。もっと大きな声で喋ってくださいよ。はいはい、はい、先生、はい先生、ありがとうございますということで今日も楽しく、はい、ミキと愉快な仲間たち、うん、1時間生放送でお届けしたいと思います、はい、今日はですね、うん、素敵なゲストさんも、はい、来てくれるので、ね、うん、ワクワク楽しみにしててください。はいはい、どうした？はいが多いですよ。はい、どうしたんだい？はいはね、うん、言いたくなっちゃうんだよね。あ、そうか、はいということで番組の紹介をしていきたいと思います。お願いします。この番組はうちなんちゅ大学生の私たちミキとマヒロとザッキーさんがおすすめなものを紹介するというラジオ番組です。はい、はい、ゆるいお話をどんどんしていきます、はい、言いたいことを皆さんコメントメッセージお待ちしております、はい、お願いします。そして今日はコーナーもたくさんありまして、はい、まず最初にゲストさんが来てくれて、はい、いろいろのお話をしていった後に、はい、あのガールズトークのコーナーでは、はい、祭りについて語っていきたいと思います、はいはいはい、祭りはですね、うん、あれです、箱の祭りが近いので今日は今日ですし、ね、今日ですね、あ、そう、近いというか、今日当日ですね、今日明日ですね、そうですね、はい、なので羽衣祭りっていうにかけて祭りについて、うん、はいはい、でも自分たち結構先取り、そうなんですよ、気持ちが先取ってそう1ヶ月前ぐらいにもやっちゃったんだけど、そう、まあ、ちょっとね違う視点でまたやりたいと思います、ですね、はい、うんうん、今までは祭りについて語ったけど今日は祭りを作る側になった目線で語っていきたいと思います。はい、そして、はい、今日もプレイザフールのコーナーありますよ。ありますよ。今日のプレイザフールは、うん、もう皆さんお待ちかね。お待ちかね。昔やってた。昔やってた。そうね、結構前でしたね。はい。セリフのコーナー復活でございます。盛りだくさんですね。はい。はい。皆さんのおなじみの音を流しながら、うん、セリフを言うので、はい。もしよかったら、サイマル放送で。そうね。聞いたら楽しいなと思います。はい。ということでメールアドレスは、はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また自由ストリームツイキャスでもネット配信しております。皆さんぜひぜひコメントお待ちしております。お願いします。ということでまずは1曲目、はい、マヒロセレクトのオープニングナンバーを流していきたいと思います。そうしたいと思います。今日はですね、はい、なんかね、自分がこの曲を初めて聞いたのは、はい、ゲオだったんです。ゲオえ、あれ、 あ、ありますよ。あります。はい、そうそうそう、ゲオだったんですよ。はい、そうそうそう、ゲオで、あ、すいません、お、すごい遠い、大丈夫？いいよ。そうそう、ゲオだったの。ゲオのなんかゲームコーナーになんかたまにテレビ設置されてるじゃん。あ、そのゲームが紹介されるやつ、うん、それで、うん、めっちゃこの曲が流れてた、多分みんな聞いたことあると思う。
それでなんて言ってるか分かんないんだよ。日本語じゃないの、はい、日本語じゃないんですね。そうだけどめっちゃ面白いんで、はい、今日はその曲流したいと思います。はい、とその曲とは PSP ソフトロコロコのテーマソングです。ロコロコの歌どうぞ。この曲さ、短いからさ、あ、一応 2分半ぐらいなんだけど。どうぞ、失礼します。お願いします。終わりそうだ、終わりそうだ。あ、OK。ラップするときって普通になんか音源とか流します。ジャックさせるんだったら携帯に LINE があるまで。あ、OK です。ベンタさんが見てますね。どうでベンタさん、つけてないって書いてます。いつもエプロンつけてるんですか？最近はそうですね。パンクエプロンで、エプロンにいっぱいパッチとかあのコースターとか貼り付けて、ド派手な感じの作っておいてます。あと今日は T シャツの文字に違う。見えた。あ、見えたよ。いい感じ、いい感じ。あと20秒くらい。はい、もうちょっと終わるはず。そのまま、あ、いやいやいや、じゃあガールズトークってさ、普通にじゃあ最初行こうよ。うん、セーブか。じゃあここまでです。あ、OK です。あ、待って、ガールズトークじゃないよね。あ、そうか、リストさんのコーナーだ。そう、リストさん、じゃあそのまま行っていい？うん、うん、お願いします。あ、じゃあ最初のまま始まるの。うん、なんか一応エコー入れとこうかな。うん、マイク上げときます。はい、チニース。10秒前です。5、4、3。ゲストのコーナーということで今日は、はい、すごい噂のあの方に来てもらっております。はい、沖縄で活動中のエプロンラッパーことジャパナさんに来ております。よろしくお願いします。お願いします。ジャパナですよ。ジャパナさん入ってきた時見ました、この T シャツの文字。ツイキャスとかユーストリームだと多分見えます。ヒップホップ、カタカナでヒップホップ、カタカナで書いてありますね。すごい。そう、ジャパナさんとは私一緒にライブとかでよくご一緒させてもらってて、はい、うん、なるほどなるほど、もうとってもすごいんです。お、なんかそう、それも同じ、なんか最近したんですけど同じ大学で先輩なんですよね。そうですね、はい、結構
学科も一緒ということで、そうなんだ、日文日文ほんとねえ直属の先輩、そう、ね、でも何個離れてるんでしたっけ、僕が今年29なので、29ってことは7個かな、今年22の年、あ、そっか、はぁ、ね、7年前に卒業卒論大変じゃなかったですか、卒論大変でしたちなみに何ゼミで、山口ゼミですね、あ、やばいところだやばいところ、やばいところ、しっかりやるところですね、そんなこと言っていいのかい恐ろしい、いけないわ、本当にツイキャスでコメント来てましたよ、おきもりメントさん、はい、ジャパラさんイエーイ、おー、同い年だって言ってます、そうなんですよ、そうなんですか、そう聞きました、メントさん、そうなんですね、はい、まさかの同級生いいですね、すごい、そうなんだ、うんうん、そういつもいろいろなんかライブとか誘ってもらってるんですが、うん、今日はそうなんです、ね、ジャパラさんをお招きいただき、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ジャパナさんはどんな感じでラップ活動をしているんですか、始めたのが、はい、多分4年前かな、お4年前ちょっと大会に出まして、お大会バトルっていうことがありまして、1対1でラッパー同士がほうこの野郎この野郎って言ったらこの野郎この野郎って感じで、かわいいそんなかわいいもんじゃないですか、これを100倍ぐらい汚くしたやつをやるんですけれども、それの大会出たのがもう初めてのラップで、で今はもうライブとバトル両方ともやってますけれども、沖縄那覇沖縄市、前はちょっと糸満でもやってたんですけど、まあ、いろんなところでやってますね、ラップってなんか悪口のイメージがあるんですけど、はい、どうですか、悪口言う人もいますし、うん、俺はすげえぞっていう人もいますし、そうなるほど、いやでも最近はそうでもないですよ、社会風刺の人もいますけど、可愛らしいラップする人もいますし、例えばどんなこと言うんですか、可愛いラップっていう、可愛いラップ、思春期の私みたいな、ああそういう感じ、女性の方でね、はい、うさぎちゃんとか出てくるのかなと思って、うさぎちゃんピョンピョンピョンよみたいな、あそんな感じじゃないんですね、おその路線でみんな、MC MC ミッキーあいい、 MC ミッキー誕生、なんか昨日、はい、FEC チューンドっていう23時からのやつにラップの人が出てましたよ、はい、レオクマさん、あレオクマ、はい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 、が来てました、ここにですか、ここにです、昨日もしよければユーストにも載ってるんで見てください、わ、はい、皆さん FM ギノワのユーストリームを見てください宣伝であとツイキャスで、はい、キブリュベントさんがジャパナさんがエプロンつけてないって書いてるんですけど、普段はエプロンをつけてらっしゃるってことなんでしょうか、いくつからですかね、エプロンを舞台衣装が欲しくなって、うん、で僕普段昼間は本屋さんをやっておりまして、ちなみに何の何の本屋さん、どんなところのかなとあとですね、普通の本屋さん、みんなが思うような本屋さんとはちょっと違ってて、あの学校さんの図書館さんとか、公共図書館さんぐるぐる回って、うん、営業したり納品したりするっていう形の本屋さんですね、いいです、やってるから普段はエプロン着ないんですけど、あそれは関係ないんですね、本屋さんアピールでちょっとペタペタちょっとド派手な感じにしたエプロンを着てラップしております、あそういうエプロンなんですね、そうなるほど、そういうことだ、覚えてもらうために、そのエプロンも本日はつけてないっていうことだったんですね、いいかなと思って洗いに出してるんですね、洗いに、洗濯中、洗ってない、一回も洗ってない、本当ですか大丈夫なのかな、なんか気になりますね、匂いがそう、なんか学校の、音楽室のカーテンとか、うん、何年も洗われてないじゃないですかなんかいい匂いするんですよ、前も言ってたよね、なんかね、映画館のキャラメルポップコーンの匂いがするんです、皆さん嗅いでください、高校生とか中学生限定嗅いでください、鼻が良くなりそうということで、ラップの人って、うん、なんか言葉が、はいはい、なんか語彙力が半端ないなっていつも思うんですけど、うん、分かる、うんうんうん、どんなってそんな言葉をポンポンポンって出してこれるんですか、はいはいはい、これはでもこういう会話の延長線だと思うんですよ、うん、あんまりラップだからといって、はい、なんだろうな、あんまり詩的なことを言おうだとか、うんうん、まあ、あったらあったでかっこいいんですけど、あんまりそういうこと考えず、逆にすごい普段の話し言葉の延長線でやることによってなんか面白いみたいな、じゃあ常に何か見たらあって浮かんじゃいます、最近だと、はい、
まあ、韻を踏むっていうのがラップのテクニックの一つなんですけれども、はい、母音を重ねて、響きを似せる言葉をつなげることによって、頭に入りやすくなるみたいな、コンビニでですね、はい、レジに行ったら、はい、わらび餅があったんですよ、わらび餅と我が命で韻が踏めるなって、すごい絶対つながらないんですよわらび餅食べれるの我が命安い命になっちゃうんですけどあでもすごいそうなんなんか覚えやすいですね、そう、うん、楽しい、わらび餅だからあいういですね母音は。他にもあるかな、そうたくさんあると思いますよ。いい、一番これ来たぜっていうハマったぜっていうやつがあったら教えてください急に言われたらですね急にちょっと思い出したら言いましょうよ思い出したらお願いします。やった、なんかすごい、しあのもしツイキャス見てる方とか、はい、お便りの方これでいい踏んでっていうのがあったらポンと書いてもらえたら、いいですね、オキブリベンタさんが今ツイキャスにいるんで、ね、お願いしますね。あじゃあ自分もリクエストいい、あいいね今じゃあ先まみっきりやってください長いすごいさミキでもいいです、さっきまみきに会いたい日、おあいあいいですか、ね、あすごい、なるほど、あ難しい、出てこない、すごい、これはもう練習っていうかもともとダジャレが好きだったので、ああ言葉が好きだったんで、そんな感じか、すごい遊びだね、やばい、言葉で遊んで、かなり危機、かなり危機、さっきはミキパニックっちゃってかなり危機、おお待って、あと1個いいですか、どうぞどうぞ、やっぱあんまフルネーム使う機会ないなと思ってはい、はい、うん、さきミキで、あだ名がさきみきなんですよ。あ、いいですね。あ、いいみき。割引。さきみき、割引、超お得。さき行きますとかね。ああ、すごい。ハマって、これちょっと使います、これから。そう、私の宣伝に。すいません。やろうと思っても難しい、出てこない。難しい。これはちょっと、やっぱり一朝一夕ではできないかもしれない。訓練が必要だね。そうですね。こう考えたらなんかこの CM とかもラップって結構頭に残るにいいですね。まさにそうなんですよ。同じ音を重ねると印象に残りやすい。だからこの先豊崎だとか、セブンイレブンいい気分だとか。すごい。そっちなんですよね。はい。そう。フラッと出てくるね。そう。すごい。そうか。へえ、面白い。なんかザッキーさんがなんかいいラップ思いついたみたいな。すごい。すごい。あんな、あ、そうでもなかったみたいですよ。無茶ぶりすげえ。すごいな。いやいやいや。聞いてましたよ。急に俺温度下がりましたよ。いつもこんな感じですか。いやひどいですね。いやいやいや。ひどいって。おラップかすごいな、楽しそう。なんか。いろいろラップしてて、はい、もしよかったら今日今この場で、あそう今やったのはちょっと即興で韻を踏んだんですけど、はい、ちょっと作ってきたやつをちょっと1番だけ、本当ですか、2番は明日のちょっとあれで聞いてね、おあとで詳しく言います、楽しみで、なるほどということで、じゃあいきたいと思います。あそこ行きます、あなんか速攻でもいいですし、あ速攻でいいですよ、あ本当ですか、なんかエコーとかつきます、エコーはない方がいいです、なしで、じゃあいきます、はい、じゃあお願いします、はははこの曲は売名行為をテーマにした曲です。売名という言葉を聞くと皆さんはなんとなく悪いイメージを浮かべるかもしれないですが、実際辞書で引いてみるとそんなに悪い意味ではないんです。自己 PR みたいな意味なんです。じゃあなんで僕はこれは自己 PR の歌なんですって言わず売名行為の歌ですって言うかと言ったら、売名行為って言った方がなんとなくかっこいいから売名行為の曲です。今は歌い出し間違えましたここだ、あと数秒。売名行為、自分に興味のないやつ振り向かせるための用意、北風のように強引ではなく太陽のようにその人の意志で、売名行為、手を挙げて私ラップやってるんです、まずはそこから始めよう、自分自身が広告とジャパナと言います、ひらがなでジャパナ、Twitter、Facebook、YouTube、もろもろ検索者出てまいります。今日はここ FM ギノワさんに売名行為をしにやってまいりました、よろしくお願いします。
知名度ないのは俺らの世界じゃ致命傷。でもそれでいちいちモチベーション下げることないよね。スマップだって最初は無名、売れるため良い作品作る、はい、それ当たり前、それだけじゃ足りないのよ今の時代は。うん、娯楽の多様化、それは迷うさ。音楽、ゲーム、本、アニメ、スポーツ、素敵なものいっぱい。何に金かけ、何に時間割く、ライバルたくさんいる中でまずは選択肢に入れてもらえるように。売名行為、自分に興味のないやつ振り向かせるための用意。北風のように強引ではなく太陽のようにその人の意志で。売名行為、手を挙げて明日ライブがあるんです、まずはそこから始めよう、自分自身が広告と。皆さん売名行為していきましょう。僕は売名行為をして誰かの耳に止まるといいなと思ってます。あ、この人どっかで聞いたことあるぞと思ってもらえたらいいなと思っております。逆に何か作ってる皆さんも一生懸命売名行為をして僕に届けてください。面白そうだったら金も時間も使いますんでよろしくお願いします。みんなで売名行為していきましょう。2番は明日ライブで。すごい面白い。なんか僕売名行為なんとか行為売名行為、自分に興味、自分に興味、頭に残ります。ダイヤツ振り向かせるための用意、用意、全部多いって。多い、すごい、おー、すごい、さすがですね。すごい。こんな感じで作るわけですね。これも、はい、自分で最初からそうですね、売名行為をすることに対するテーマソングが作りたくて、うん、あんまりみんな言わないから、売名売名、うんうん、大事なことだけど言わないから、うん、いや言っていいことなんだよっていうのを言いたくて、あ、書きましたね。すごい。ツイキャス、おきぼりイベントさん、この曲好き、はい、ありがとうございます、うん、私も好き。すごいすごい、本当にすごい、聞きっちゃいます。そう、頭に本当に残りますね、うんうん、そうなんですよ。その、うん、そう、誰か気づいたんでしょうね、音を上げるとあれ頭に残るぞって誰かが気づいたんでしょうね、うん、あー、すごい、やってみたくなったよ。あー、ぜひ作ってみてくださいじゃあ今度作って、じゃあジャパナさんに速攻送ります添削してください。添削じゃあ赤ペン先生やった。あ、なんか曲中にまた言ってたんですけど、なんか明日ライブがあるらしいですね。そう、ましたね、明日はですね、はい、8月7日で、はい、僕の名前がジャパナ、8月7日語呂合わせで、うん、パナ、ジャパナのパナということで、パナの日コンサートボリューム2でございます。1はね、1も去年の8月7日、ボリューム3は来年の8月7日来年は月曜日にやります、ね、はい、パナの日コンサートボリューム2というものがヒューマンステージさんでございます。ですね、18時半オープン、19時スタートで、はい、19時スタートなんですが、はい、10分前ぐらいからドラゴンエマニュエルが前説に入ります。お、司会にね、呼んでるんですよ、ドラゴンエマニュエルさん。すごいですね、よく久米島のっていう CM 出てますね。そうそうそう、すごい色の濃い2人組ですね不思議な2人ですけれども。でですね、出演者が私、はい、ジャパナがラップですね、はい、と、パンクバンドでザ・ウエストパンクス、3人組のパンクバンドで、はい、超人というヒューマンビートボクサ ー、 うーん、この方も舞台衣装があってプロレスラーみたいなマスクをかぶって、マイク持ってプッツッみたいなことをされる方がいる超人さん、はい、と、ナビヒラシンジ弾き語り、はい、箱庭っていう3人組のバンドさんで、説明が難しいんですけどなんか難しそうな曲をやるデスボイスとかもやりますね、この方は。で、司会、音楽の合間にドラゴンエマニュエルが入ります。うわ、豪華ですね。1000円です。1000円ですか、こんなにいて。わ、買ってねでもね、喉乾きますからね、いっぱい叫んだり、ね、あーとか言ってたら、あ、言ってもらえると嬉しいですね。楽しそう、はい、うん、マスクってマスクしてる人もマスクしてるイメージですけどあれですか、マスクってなんか何なんか狼の人たちみたいに口のところが開いてるんですか。あ、口が開いてます。プロレスラーのマスクですね。プロレスラーは多分口開いてるから、うん、喋りますよ、多分開いてます、ね、開いてるよな、うん、開いてます。死んじゃいます開いてなかったら死んじゃうそうなんだ、すごい、ぜひぜひ、はい、ぜひ缶バッジも売ってますので、
猫ちゃんが花って作ってる、いい87を作ってるやつですね。すごい、いろいろ。これ自分で作ったんですか？そうですね、いろいろイラストは自分で描いて、まあ業者さんに頼んで、はいはい、発注しました。すごい、面白いですね。赤字にならなければいい。あとにいろいろなんかどんなぐらいお金かかったか聞いてもいいですか？はい、お金欲しい、欲しいですよね。あ、やだ。ということで今日来てくれたのはジャパナさんでした。明日皆さん、ライブとかぜひ行ってみてください。はい、ということで、はい、ちょっとだけ曲に参りたいと思います。はい、あ、LINE も借りてもいいですか？とか言ってきてね。はい、ということで面白いな、行きます。はい、じゃあ何流すんだい？じゃあ、うん、で曲が決まってなかったんだよね。おいおい、あ、じゃあそのまま CM 行きます。はい、そうしてください。 CM です。はい、やばい、曲忘れてた。やばい。なんか曲やってもいいですか？あ、いいですよ、いいですよ、流しましょう。あ、やった。じゃあ次のコーナー終わりにちょっと曲流して。はい、小林大吾さんっていう人。お、あ、じゃあコーナー終わりぐらいにもらってもいいです。 OK です。ありがとうございます。じゃあ次はガールズコーナー、ガールズトークでいきますね。ちょっと40分ぐらいに終わらせます。あ、40分ぐらいに終わらせた。35分ぐらいに終わらせた。あ、分かんない、うん、OK、 うん、はい、よし。セリフの方が多い方がいいからね。そうね、最初エコー入ります。ほい、10秒前です。5秒前。ガールズトークのコーナー、はい、ということで、はい、今日も始まりましたガールズトークのコーナーです。はい、今からまた引き続きジャパナさんにも一緒に最後まで、はい、いてもらいます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで今日の、はい、ガールズトークのコーナーは祭りです。祭り、また祭りとかね、1ヶ月前ぐらいにね、思うかもしれないけど、やったんですけどね。前は祭りに行く派行かない派とか、祭りにお客さん目線で考えてましたね。そうそうそう、浴衣着る着ないとかね、誰と行くかとか。でも今回は企業目線、企業目線、企業目線、どんな祭りがいい、そう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 、どんな祭りだったら行きたいのになみたいな。そうそうそう、ご飯こんなのあったら嬉しいなとか。結局 ね、皆さん祭り行きますか？今日あるんですけど、あまり行かない。ザッキーさん行きますか？今日仕事で行ってました。あ、そうそう、仕事で。でもミキも行かないし、さっきマヒロに聞いた時も行かんって言ってたさ。行かんって言ってたよね。なかなかね、祭りってね、なんか行く人、まあ彼氏とか彼女とか、うん、ね、一緒に行ける人が家族とかいないと行かないわけですよ、めんどくさいし。うん、でもなんか一人でも行きたくなるような面白い祭り、いいねそれ、あれば、うん、考えようっていうね、うん、考えよう、そんなこと行きたいなみたいなね。はい、そう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 、なるほど。じゃあまず何のアトラクションっていうか、なんか、うん、よくあるじゃないですか、ダンボみたいなやつがウィンウィンウィンって動いてるやつ、うん、あれ乗ります？え？でもそれってさ、子供しか乗れないんじゃない、はい、ちっちゃい子、うん、そうなんだ。そうよ、あ、大人乗れないの？乗れないよ。え、あれ体重た、た、多分そういう感じじゃないかな。そうなんだ、うん、なんかウィンウィンってやつと、うん、お化け屋敷とかあるじゃないですか。そうね、他に大きいなんか空気入ってるボヨンボヨンするやつ、 あれ入ったことなくて、入らないまま大人になってしまったので。もったいない。あ、そうなんだ。あれ結構やばいですよね、飛ばされますよね。あ、乗ったことないですみんな。あ、結構みんな。あ、マジか。飛ばされる。なんかみんながもうなんかもう狂ったようにウェイウェイウェイでジャンプするんですよ。ぼやぼやって。その中にもう立てないっていうか。あ、ちょっと止まれみたいな。ぼよぼよみたいな。そう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 。そうなんだ。もしあったらいいアトラクションとかってなんかないです。これがあったら行くのになーみたいな。なんかお化け屋敷とかも怖くないじゃないですか。怖くないの？あ、誰が作ってるんですか本当に。面白くないです。すぐめっちゃくちゃ。なんかウェーとか言ってるけど、何も怖くない。そうな
んだ。うん、だって手だけだし。あ、手さ見えんし、まず、うん、暗すぎて、うん、じゃあミッキーはもっと怖いお化け屋敷をやる。ガチで落とし穴とかつけてるし。落とし穴、そう、霊的な怖さじゃない、お化けじゃない。一応お化けもなんかもっと、なんだよ、もう本当に怖い感じ。落とし穴のお化け、そう、なんかもっとインパクトが今足りない。誰も落とされずに埋められてしまった悲しい落とし穴のお化け。ああ。でも全然、なんかだってさ、今の感じとか、うん、中でウェーって手がこんなってなって、うん、なんか触ってくるみたいな、うん、なんかイソギンチャクみたいな感じで、なんかもうなんそんな怖くないし、なんで手がこんなってあるんだろうと思ってスーッと取っていくっていう。ドリルだったら怖いですよね。ドリル、ああ、ドリーン。やっぱ声とかって大切なんですか。声、声、どんな感じ。あっちの人じゃウェーって言ってる。ウェーって言わない気がする。あっちの人も真剣ですから。そうなの。お決まり弁当さんがトラップ焼きってあったら面白そうって。あ、赤外線が貼ってあったり。面白そう。あ、いいですね。お化けじゃなくてトラップを。あ、なるほどね。あ、リアル脱出ゲーム的な感じかもしれないですね。あ、なるほどなるほど、いいかもしれないですね。あってほしいな。ミキはじゃあそっちの方がいいのかもしれないね。うん、もっと刺激が欲しい。ずっと言ってるもん、最近刺激が足りない、ね、最近弱いんだよね、なんか全部が。弱い、 あんまりグッとこない。そう、なんか忘れちゃう。だからあんま一緒に残んない。忘れちゃう。レベル高いやつ。そう、なるほどね。そうそう、レベル高いやつが、お化け屋敷はそういうのが欲しい、ね、期待してますね。なるほど。ただゲームとかもみんな一緒な感じじゃないですか。風船割りとか、ピーとか、富士とか、そう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 、金魚すくいとか。あ、金魚すくいです。うん、もっとなんか他のやつもしあったらいいなってやつあります。あ、何があったら楽しいかな。でも祭りだもんね。だってさ、歩けば風船、歩けば風船みたいな、国際通りみたいな、歩いたら星砂のお店みたいな、なんかそんな感じじゃないですか。全部あり同じみたいな。お前しなくてみたいな。そう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 、そうそうだね。何があったらいいんだろう。何があったら楽しいのかな。ね、まあ、そういうありきたりなのが楽しいのかもしれないね、一応祭りって言ったら。だからみんなやるんじゃない、そういうのが。お前感じないミキは違うかもしれないけど、普通の人はそうなのかもしれない。でも一個気になるのは、うん、このなんかこの当たりくじとかあるじゃないですか。はいはい、くじ引き。一等賞ウィーとか。うん、ウィーとか。本当にウィー当たんのかな。そもそも当たり入ったね、入ってないんじゃねって思う。いや、入ってると思いますよ。本当ですか？入ってると思いますよ。本当ですか？だからそれを誰か沖縄の YouTuber にやってほしい。全部全買い。全買い。金持ちに。そうそうそう。自分はお金ないんで、ちょっと見る派に回りたいんですけど。みんなでね、募金っていうかカンパして。ああ、いいですね。あ、やります、このメンバーで。やりません、私は。見て、見ていたい。あ、そっか。そう。それも気になるところだからね。あ、じゃあ入れてほしい。当たり商品。ああ。何かな、持って帰りやすいやつがいいですよね。あ、そうね、何だろう、何がいい、何がいいかな。ボノボノのぬいぐるみ。ボノボノ、ボノボノ好きなんですか。ボノボノ大好き。あ、ボノボノ、ボノボノ、ボノボノって言ってるやつですか。ん、なんてボノボノって。あ、ごめんなさい、いいっす、やめましょう。あ、で、ザッキーさんは何がいいです、当たりだった、超高級自転車とか。あ、実用的、乗って帰るっていう。帰りに足があるっていいですね。あ、まひろは、え、なんだろうな、うん、米、米。あ、家庭の時一人暮らし、良い商品持って帰る。あ、でも持って帰るの大変だな。そうで、重たいよ。ちょっとガラガラとかつけていただいたら。もうガチの買い物さ。大事だからね。でもいいですね。ね。あ、じゃあ、あれは、じゃあみんながあれだって、どう作ってほしい食べ物、なんか売店に置いてほしい食べ物。そうだね、どこも焼き鳥と焼きそばですもんね、うんうん、そう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 、みんな茶色い。あ、茶色い。茶色くないやつを考えよう。そうだね、ピンクいやつ考えよう。トマトとかな、トマト、あ、焼きトマト的な。あ、おしゃんてぃ、おしゃんてぃ、おしゃんてぃか、痛いな。冷たいのがいいよね、夏だからね。やっぱね、キュウリとかかな。あ、キュウリ、なんかあるらしいですね、キュウリがポリポリするの。そうなんだ。沖縄にもじゃあもっとあったね、いいね、うんうんうん、何がいいかな。冷やしゴーヤーとか。冷やしゴーヤーゴーヤー、逃げー、苦い、逃げー。あ、おきぼりベンタさんがぜひボリビアのファーストフードを、ね、あ、教えてください。そうそう、ボリビアのね、
で、YouTuber でくじ全部買うってやってたそうですね。えぇ、うん、でも、うん、沖縄でやってほしいです。ほんで実際に自分なんか知ってる祭りのくじを、そうそうそう、仕込みなんじゃねとか思ってしまいます。YouTuber ってあれなんですか。そう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 。あ、友達の店でやってるだろうとか思ってしまいます。しかも演技しないですよ。そうそうそう。あ、でもボリビアのって書いてますけど、そういろんな国のとかあったら面白いですね。多国籍ってことですね。チャタンみたいな感じ。ナンいいですね。美味しそう。カレーのにナンつけてね。いい、良さそう。いいね。そう。別の祭りになってそうだね。なんか世界各国のご飯買ったら、まあそれも楽しいですね。楽しい。はあ、食べたい。祭り行きなさい今日。確かに。でも祭り砂肝もないじゃないですか。あ、じゃあ砂肝が欲しいんだね。つまみつまみ。砂肝はもう持って行ってください。タッパーに入れて。めっちゃ食べたい。そうだね。砂肝確かに美味しい。美味しいですよね。こうなんか、うん。美味しいですよね。美味しい美味しい。なんかそう、今度ジャパナさんがライブをする、明日はライブする、あの、そう、ヒューマンステージ、ヒューマンステージも、はい、焼き鳥が、真ん前に屋台がありますよ、焼き鳥が。そうそうそう、その日、明日、最近砂肝もないんですよ。でも鶏皮餃子が美味しいんですよ。食べたい。でもあっち、肉が大きいんですよね。そう、すごい。焼き鳥の、焼き鳥、そう、一個一個の具が食べたい。いや、食べてー。砂肝の入荷もお願いしてもらっていいですか。あ、まあ、まあ、一定は来ますね。やったー。ということで皆さん明日、はい、ね、今日祭りに行かなくても明日ライブで焼き鳥、いいね、祭り気分で、わ、そうそう、中に入っ持ってっていいんですよ、焼き鳥買って、ライブハウスいい、大丈夫なんで、ぜひぜひ。いいですね。あ、鶏皮餃子めっちゃ美味しいってコメントが。あ、食べたくなってきた。もうやめて。ということで、じゃあもうそこら辺にして、はい、明日、うん、もう焼き鳥食べれるので皆さん、はい、音楽と焼き鳥両方食べて来てください。そうだよ。うまい。来てください。ということで次はジャパナさんセレクトの曲をかけていきたいと思います。はい、かけまくるぜ。じゃあ3分ぐらいの曲大丈夫かな。はい、多分ね、ラジオで流れたことって絶対ないと思うんですけど、おお、いい、そういうのいいですね。小林大吾さんというラッパーさんがいらっしゃいまして、はい、その方の象を一撃で倒す文章の書き方という曲を、はい、あれですね、あの、うんってやる人いるじゃないですか、芸能人の武井壮。象倒し方。ああ、なるほど。よし、じゃあいきましょうかね。はい、いきます。はい、よし、じゃあ次はみんなお待ちかねのフレイザフール、フレイザフールでお願いします。あ、セリフですね。セリフです。はい、じゃあ、時間が3分ぐらいですよね。3分が8、9、10、41分ぐらいに終わるんで、そっから、もう今でじゃんけんしときましょう。やる順番を。最初は10キロポ。よし。あ、じゃあ、ジャパナさんから。あ、オッケーです。一番手、はい。あ、待って、どこでいいんですか。あ、待ってください。あの、お手本見せてほしいので。あ、じゃあ、そうですね、そっか、じゃあ、じゃあ2番ぐらいで。いいですよ、2番ぐらい。最初はグッチェキポ。あ、自分は初めてなんですよ。そっか。じゃあ、最初はグッチェキポ。あ、じゃあ、1ね。1。あ、じゃあもうこの順ですか。あ、そう、じゃあ、これにします。あ、こう。え、自分最後。あ、じゃあ、まひろからかな。あ、でも最後と2番目どっちがいいですか。最後で。最後で。お、じゃあ、3番目で。じゃあ、2番目で。どっちからやる？三へ？じゃあ築地？自分どうしよう、なんか怖い感じとかも最初に言った方がいい、それともなんかあれでやった方がいい、なんか幹がぶつけて誰かに振り合って、あ、でもみんな同じねと思う。あ、曲違う曲流すってこと？曲は違くて、うん、あの、なんかセリ、あ、でも曲一緒にしてセリフも一緒にする。あ、え、一人二つやるんじゃなくて、どっちかやるってこと？うん、二つ。二つやる。あ、じゃあ、いや、最初、
お化け2個音源があるわけ、うんうん、それはミキがさ、あ、振り当てる、あ、うん、適当に、じゃあお化けのやつをどうするか、お化けのやつを3位にする、あ、お化けじゃないやつもあるの、お化けと、お化けとポケモンがある、あ、そうかあ、ポケモンか3位にするか、オッケー、よし、キボリベンタさんがザッキーさん前回面白かったから今回も楽しみにって言ってますよプレザフル楽しみ、ジャパナさんに行きたい、大おおすごい、男性陣に期待がかかってるとどうする、ミキ、期待がない方がやりやすいかみたいな今さ、あれあれ50分ぐらいに締めよう、 OK、 じゃないとあの告知をもう一回入れたい、あとはもうアウトローなので絞って大丈夫です、じゃあ行きますか、絞って、じゃあ、はい、マヒドプレイズ、オッケー、じゃあマイク入れてるの、プレイザフールヘイヘイ、はい、ということでプレイザフールのコーナー始まります、イエー、ということで、うん、今日は久しぶりということで、ちょっと緊張してるね。そうだぜ。でもやろう。でもやりますよ。ということで今日は昔にやったセリフも、うん、そうそう、前やったやつね。あります。あります。でも BGM が新しいので、うん、違った雰囲気に聞こえるかなって思うので皆さん聞いてください。まずプレザフールっていうコーナー説明した方がいいかもしれない。自分なんか知ってるからみたいな感じ。あ、すいません、ある程度喋ってます。そうそうそう、プレザフールっていうのはバカなことをする、バカなことをやるっていう意味でして、まあ面白いことをしましょうっていうコーナーになってます、うん、で最近はやってなかったんですけど、うん、前回はね、うん、何やったっけ、あ、歌詞だ、自分の好きな歌詞を選んで、うん、別のなんかね曲調で自分でなんだろう遊び歌うという、でその曲何でしょうか、その歌詞何でしょう、どの曲の歌詞でしょうかっていうやつやったんですけど、今回はセリフをある曲に乗せて喋りましょう、話しましょうっていうものです。はい、ちょっと難しい説明がまずね、ミッキーさんがね、うん、一番手にやるんでね、はい、素晴らしいお手本を見せてくれると思います。そうでしょう、私のこの滑舌をご覧ください、滑舌を滑舌を見てください。じゃあ最初は、うん、どっち、じゃあ最近はね、うん、みんな捕まえたがりでしょ、捕まえたがりだね、うん、そうね、街でいっぱい捕まえてるから、ね、じゃあこれやろうね、やろうね、で読むセリフは、うん、3A のポイントカードが新しくなりました、はい、エディ払いでどこでも 3A ポイントが貯まる、うん、お買い物も楽々、うん、今なら完璧実施中っていうセリフをそう、面白いポケモンの音に乗せて、はい、何風にしますか、何予告風にしますか、わかんない、予告風で告風、うん、難しいね、曲も流れてそれに合わせ予告風で喋るなんかポケモンの、うん、予告みたいな、あ、なるほどね、そうそうそう、アニメの予告編みたいな感じで、元気よく、元気よく、あのアニメのエンディングの予告みたいな感じで、うんうん、次週バーみたいな感じのテンションでお願いします。わかりました、注文が多いな、まあ、あお手本がありますからね、そうですね、うん、私すごいですもんね、すごいです、ね、じゃあ一番手はミキさん、いきます、はい、お願いします、はい、3A のポイントカードが新しくなりました、エリー払いでどこでも 3A ポイントが貯まる、お買い物も楽々、今ならキャンペーン実施中、おお、うわ、よくないですか、おお、よくないですか、すごい、あ、ハマってた、やったすげえ、噛めばよかったのに本当だぜ、本当だ、力発揮するタイプだから、おお、いいね、久々とは思えない出来だったよ、やったいや、サインエ大好きですからね、あ、これを機にね、ちょっとサインエさんがスポンサーになりたいなって思うんですけど、まあ、ないけ
だね。おきぼりベータさんがやだかっこいいって言って。やったー、ありがとうございます。すごい、くそハードルがすげー上がっちまったぜ。次はまひろだぜ。あ、頑張るぜ。じゃあまひろもゲットしたくなるようなゲット感じで。かしこまった、頑張ろう。ということで、いくで、ね、はい、はい、3円のポイントカードが新しくなりました。エディ払いでどこでも3円ポイントが貯まる。お買い物も楽々、今ならキャンペーン実施中。うわー、すごい、すごいすごい、ハマってるね。ハマってる、ありがとういつも自分たちでね褒め合ってるんだよ。あ、じゃあ次にまたね、次はねジャパナさんですね。なんかジャパナさんでラッパーさんだからね。ね、どういう風になるのかね。ハードル上げてますね。ちょっとラッパーみたいな感じの。楽しみ。何が出るのかな。楽しみ。よし、ちょっと待ってくださいね。お、うん、じゃあ行きますか。ジャパナさん、心の準備は。はい、大丈夫です。じゃあお願いします。行きます。はい。3円のポイントカードが新しくなりました。エディバラでどこでも3円ポイントがたまる。お買い物もラクラク、今ならキャンペーン実施中。ピッピカチュウ。ピカチュウいた、すげえ。最初もなんかそう、なんかフィービーみたいな。すごい、最近私が捕まえてるのかな。すごい、すごいすごいかな。でもなんかジャパナさんのなんかいつもやってるラップな感じな、なんか喋り方が。おお。ピカチュウ。よし、じゃあ次は最後の。いいね、鳥ですか。鳥でお願いします。全員うますぎて。じゃあ、お、いきますよ。はい。よし、いきます。サエのポイントカードが。私らしくなりました。エディ払いでどこでも3円ポイントが貯まる。お買い物も楽々、今ならキャンペーン実施中。渋い。何なのこれ。渋い渋い。何バージョンですか。ちょっと博士を迷おうかなと思ったんですけど。博士、すいません、博士があんまり思い浮かべられなくて、ちょっと中南波な感じになりましたね。ザッキーさんって思いましたね。どこから声出てるの。面白い、すごい、みんな個性がね、個性がね、やばかったね、すごいね。じゃあ最後、時間もないので次に行きたいと思います。そうですね、次は、はい、なんか、うん、食レポみたいな。築地といったらやっぱりどうしてもお寿司食べたいですよね。でも知ってました、築地にはお寿司以外にも美味しいお店がたくさんあるんです。そこで本日の特コレは、1000円で食べられる激うまナポリタンや特製ダレがたまらないホルモン丼などなど、移転までに絶対に行きたい築地とっておきのグルメスポットをたっぷりご紹介しますっていう、はい、なんかいつも女の人が言ってるね、可愛くて元気な感じで言ってるのを、うん、まあね、この季節、はい、この季節やつが現れる時期になりましたね。やつ、うん、やつ、おお、なんだろう、やつが現れる感じで、うん、奇妙な感じで、奇妙な感じで、なんだろう、はい、うんうん、じゃあ私から、はい、お願いします。どんな曲が流れるのでしょうかね。いきますよ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待ちますよ。よし、はい、うんうん、行くぜ、はい、いきます、お願いします。築地と言ったらやっぱりどうしてもお寿司食べたいですよね。でも知ってました、築地にはお寿司以外にも楽しいお店がたくさんあるんです。そこで本日の特コレは、1000円で食べられる激うまイタリアンや特製ダレがたまらないホルモン丼などなど、移転までに絶対に行きたい築地とっておきのグルメスポットをたっぷりご紹介します。おみごなしなごやしゃべりだ。
え？何最後の見こなしなフェイシャイフェイシャイ何語お見逃しなくって言ってたそれが言いたかったのはずいびっくりしたよし気持ちいいガクブルガクブルすごい最初の入りうおーっと最後の何フェイシャイフェイシャイ急にギャグロスさんにダメダメさすがミッキーだなミッキーらしさが全開だっていや次はまひろにはいやつが現れそうな感じで OK お願いしますはいつけじと言ったらやっぱりどうしてもお寿司食べたいですよねでも知ってました築地にはお寿司以外にも美味しいお店がたくさんあるんですそこで本日のお得これは1000円で食べられる激うまイタリアンや特製ダレがたまらないホルモン丼などなど移転までに絶対に行きたい築地のとっておきグルメスポットをたっぷりご紹介しますキャー怖い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 すごいぴったりですよ尺もやったぜすごいこんなにハマるものカーモさんすごい本当いい感じだったんすごいさすがどこでキャー言おうかなってじゃあ僕のタイミングで流れるのもその時にしか知らないわけですねそうですねそうですよ何が出るかなおきぼりベンタさんがこれは絶対に食材がやばいやばいやつ確かにやばいやつダンボールが入ったりとかするよしジャパナさんの番だじゃあ行きますよ、はい、ジャパナさんお願いしますみなさんこんばんは築地と言ったらやっぱりどうしてもお寿司食べたいですよね。でも、フェイシャイさん、でもね、せいやと言われて食べたいです。でもね、あなたのことは、せいやと言われて食べたいです。でもね、せいやと言われて、ジャパンのせいやと言われて、たっぷりご紹介します。うん。やばい、やばい、袋がおぉほぼなんて言ってるか分かんないそういうパターンそういうパターンそういう演出ですかねおきぼりベートさんあれあれあれやばいいいですねいいですねいいですね結局あれが流れてますねそうですチャラララランチャラララランじゃあ鳥です大鳥です大鳥さっきさんお願いします、ね、次はどう来るのか楽しみだいきますよはい、です気持ちの準備は OK ですか？大丈夫です。はい、行きます。行きまーす。いやね、築地と言ったらやっぱりどうしてもお寿司食べたいですね。でも知ってました？築地にはお寿司以外にも美味しいお店がたくさんあるんですよ。そこで本日のとっこれは1000円で食べられる激うまイタリアン特製タレガロボドランナー移動パリッて築地とっておきのグルメスポットをたっぷり紹介します稲川淳二でしたすいませんねさすがさすが対応してくださいましたすごいなびっくりしたわこの時間やってくれるかなと思って徹子さんか用意してた稲川淳二でしたやりましたさすが待って本当にそれ流れると思ってなかったよこっちも最初流す気なかったんですけどね手が滑っちゃったあそう手が滑ったあなんか手が勝手にひどいOK って OK ってすごいミッキーのザッキーさんに対するすごいなんだろうすごいよ無茶ぶりがいやいやいや愛情です愛情あそうねあ面白かった楽しかったということでもうそろそろエンディングのお時間が近づいてきました2分ぐらいあっという間ね本当にはあ、ということでエンディングです。残りあと1分ぐらい。はい。ということで最後にジャパナさんもう一度宣伝お願いします。はしゃはしゃはしゃか。8月7日明日ですね。はい。ギノワンヒューマンステージさんで18時半オープン17時スタートで、
パナの日コンサートボリューム2ありますので、ぜひぜひお越しください。その翌週はですね、国際通りにある G シェルターという箱でまたライブがあるんですけど、明日来れなかった人、来週 G シェルターで全く同じことやるんで、お2回公演楽するんで、はい、よろしくお願いします。ジャパナ検索してください。ジャパナひらがなだよ。ジャパナ、なんでジャパナでしたっけ。本名がジャハナなんでパナ、ジャハナの僕の元部の周りがジャパナなんですね。はい、本名ですねすごい、もうめちゃくちゃ今日楽しかったですね、楽しかった、さすがです。すごい、本当に皆さん無茶ぶりに答えていただけるすごい心の広い方、本当にもういつもザッキーさんにはね、もうザッキーさんすごいっす。すごい今日は特にでしたじゃあこれからも楽しませてもらいます楽しませてもらいますって、はいすげえ。あーひかだよね、今日も楽しかった。プレイザフルの久しぶりでね、超楽しかった、楽しかった。あ、またこれからプレイザフルやるので、なんかセリフとか、言ってほしいセリフとかありましたら、メールとかぜひぜひ、シーケスにポロッと書いてくださいね。そう、ポロッポロッポロッと、あーやばい、あとちょっとで終わっちゃう、はい、でも今日はサブロン祭りがあります、はい、FM ギノワは5時から生中継します、はい、4時間ぶっ続け9時、花火が始まる前までに終わるので皆さん聞いてくださいということで今日お届けしたのはミキとマヒロとジャパナとザッキーでした。ということでまた来週お会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやいや楽しかった。こんな感じなんですね。そうなんですみんなさん写真撮っていいですか。あ、ここにいるみんな、何かラジオ風みたいな、ラジオ風、じゃあ送ります。いきますよ、はい、チーズ。オッケー、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった、久しぶりにしっかりしてます。あ、今日ミキサーじゃないですよ。